はい、こんにちは、総牧監督と申します。イフトボール2023やっていきたいと思います。さあ、今回ですけれどもね、皆様、自慢させてください。実はこの度、7月、5日ですね、夕方なんですけれども、ディビジョン1に昇格いたしました。ありがとうございます。はい、実はね、イフットボールが始まってから、僕まだね、一度もね、ディビジョン1に到達したことがなかったんです。まあ、今回ね、1試合、余してですね、なんと、ディビジョン1に昇格ということで、いや、やっとですよ、めちゃくちゃもう、めちゃめちゃ待ち望みました。ちょっと頑張ってはいたんですけども、なかなかね、ディビジョン2でね、連敗とか続いたりして、上がれなかったんですけれども、まあ、そんなね、今日はディビジョン1の、はい、僕の試合を見ていきたいと思います。では、行きましょう。さあ、それでは対戦相手の方決まりましたので、やっていきたいと思います。相手の方もディビジョン1ですね。まあ、ディビジョン1 vs ディビジョン1ということでね、早速行きたいと思います。やっぱりね、ディビジョン1に上がる人は結構ね、このビッグタイム、ショータイム、エピック、まあ、結構持ってますね。はい。ということで、まあやっていきますか。いや、強そうやな、さすがにこれは。てか、毎回ね、相手のスカッド見たらね、大概もね、これ持ってるんでね、まあ、シュマイケル、しかもシュマイケルがね、多いですね。はい。基本ね、このスカッドでやってました。で、まあ、アンブロジーニとかもね、入れたりしてね、まあ、こんな感じのスタメンなんですけれども、さあ、まあ、基本ね、もうジルーは絶対使うということで、ほぼね、調子悪くない限り使ってます。で、トレクサンダー・アーノルドにね、ここに、まあ、攻撃的、まあ、攻撃のね、オフェンシブの、指示を出しています。あとはこんな感じですかね。はい、それではやっていきましょう。さあ、それではキックオフやっていきたいと思います。ちなみに相手の方がかなり格上です。はい。ディビジョン1の中でもやっぱりね、そのなんかランキングみたいなのあるみたいで、でもだいぶ僕このディビジョン2でくすぶったったんで、まあ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 、特にね、そこまで変えたところっていうのはないんですけれどもね、強いて言うならっていう、ちょっとね、何を秘訣というか、まあそんなもね、言えたらなと、はい、思います。やっぱでもアーノルドあのサイドバックに使ってるのが大きな変化ではないのかなとは思うんですけれどもね。あ、やばいやばいやばい。とにかく選手を戻す。数的不利を作らないということね。ここだいぶ意識してやりました。やば。よいしょ。あ、でも相手もディビジョン1なんで。かなり強いものと思われますけどね。はい、それを非常に高いレベルでこなしますからね。あ、やばいな。ちょっと遅いわ。何もかもが遅い。オッケー、危ない。よっしゃ。ジルーから左へ。いけるな、これ。よっしゃ、いった。よっしゃ。開いてるぞ、最後。うん、開いてない、こっちは。あー、どう待ってくれ。わ。ここは大きくクリア。さあ、ちょっと危ない。よし、ナイス。ここで競り勝つ。そして、サイド攻める。オッケーいいよ。アラバ、オッケー。そして、うわー、なんか遅い。しかし、相手を潰してない。生き返ってる相手。ちょっと待て待て待て、戻す。とにかく選手を戻す。数的不利を作らない。はい。取ったー、よっしゃ、行こう。基本的に僕、守備はね、リトリートというよりは、まあ、アグレッシブネスみたいな感じなんですよね。やばい。いけるか？ダメか。よし。でも取った。いいよ。メッシからジルー。よっしゃ、いいよ、いいよ。ビニシウス。ビニシウス。オッケー、オッケー、ビニシウス。抜けた！ビニシウス抜けてからの、あっ、ジルー！あ、くそ。もう一回いける。オッケー、いってないわ。大丈夫じゃない。やっぱディビジョンは強いわ、やっぱりね。一つのやっぱ、指標みたいな感じですからね、ディビジョンって。ディビジョン1が強いってわけじゃ、絶対強いってわけじゃないんですけれども、やっぱ一つの指標なんで、数字というか、まあ、勝ってきてるんでね、強いっすよね、そら。ここはでも、戻す。選手を戻す。ちょっと、数的不利になる。やばい。ガビからラッシュフォード。数的不利じゃなくても、大概やられるから。戻さないといけないです。大概というか。ああ、痛い痛い、危ない危ない。はい、25分。まあ、ここまでなんとかやってますよね。おぉ。メッシが、やっぱこの場合はね、このメッシがいることが超重要なんですよね。ここやっぱメッシいないと、でもメッシのところでやっぱね、なんか、なんて言うんだろう、死骸を生み出せるというか、まあ、攻撃はとにかくメッシ頼みっていうところがあります。ああ、ダメか。このシーン多いよな。オッケー、行こう。
いいね、いいね。さあ、ビニシウス。この左のウィングじゃないけど、サイドハーフですけどね。ベリンガム、あ、ダメか、取られた。危ないシーンです。アーノルド。アーノルドがここにいることによって、攻撃のオプションが一人増えたって感じなんですよね。ジルーの、今までちょっと中央から、ひたすら中央で殴るみたいな感じだったんですけれども、ここでサイドから崩すというね、新しいちょっと攻撃パターンが増えたのも大きいと思います。さあ、来た！このパターンです。このパターンもある。あ、でもダメだ。相手の方が。まずい。まずすぎる。ちょっとこれはまずい。すみません。やばい。ちょっと戻せ。よし。選手戻ってきた。これは大きいよ。はい。このボールに触ります。ユディガ。よし。ここ戻さんとやっぱね。アラバ。ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。ここね、あんまりでも僕、この左から攻めるときに、左から攻めると、ビニシウスが左からクロスをあんまり上げれないんで、このアラバだったらいいですね。あ、でもこれメッシーに合った。メッシーに合うのは良くない。さあ、ここ勝ちたい。オッケー、ナイス。ダメか。まずいぞ。オッケー、いいよ。奪いに行きます。さあ、来た。アレクサンダー・アーノルド。なんだこれ。アーノルドがここにおんの。オッケー、いいよ。絶好の位置で受ける。うわぁ。そう、ごちゃごちゃしてるところでやっぱりダメだったか。よし。でもいける。あー、まずい。これはまずい。よし。落ち着くよ。ここは落ち着こう。時間も少ないですからね。これね。危ない。もう落ち着くよ。おい！ロドリ。いいよ。ビニシウス。来たか？来た！ジル！あー、惜しい！ジル！このね、サイドからの攻撃が増えたったのは大きいですね。なんか2000、埼玉スタジアム2002の丸がなんかちょっとあれですね。あれ丸なん？数字なん？まあいいや。OK、やっていきましょう。後半です。さあ、それではラスト。後半戦行きましょう。てかね、もうね、ギリギリで昇格したから、ほぼディビジョン1でいる時間が少ないんですよね。やばいな、これ。ここは下げちゃったら、まずいな、下げようか。下げよう。だいぶ選手が、ここはでっかく、あー、まずい。オッケー。一旦こうね、ジルーやってましょう。あー、当たってない。あ、でも大丈夫。デブライネからジルー。はい。よしよ。アーノルド、遅れて攻撃参加、ね、遅れての攻撃参加。さあ、ジルーを見る。中央。これね、スピード減速した方が、なんか、感覚的になんですけど、正確なクロス上げれるんですよね。正確というか、まあ、よくクロスが合いやすい。あそこで走りっぱなしでクロス上げると、やっぱなんか非正確というか、あんまり精度が良くないんですよね。これも感覚的なんで、実際どうなのかわかんないですけど、多分ね、一瞬なんかスピード落とした方が正確なクロスになるんやと思います。こうね、ちょっと中を見てみたいな。あんまメッシーにやったわ。あー、ダメか。いや、ここは戻そう。ビニシウスを戻す。ビニシウスちょっと追いついて、よしいいよ。抜かれてるやん、そうしてないのに。ここでマッチアップ。オッケーいいよ。さあ、ベリンガムから。これ絶対選手交代したいですね、もうそろそろ。インターセプトを狙う。オッケーいいよ。メッシー。このマッチアップどうなる？誰か。オッケーいいよ。スルーパスいい感じよ。ベリンガム。こうやってちょっと一瞬減速するの大事なんですよね、ここ。減速するというか。余裕を持ってやっぱクロス上げた方が、なんか合いやすいなっていう。とりあえずちょっと選手変えるか。いや、ホーランド調子絶好調やからね。これ使うのもったいないよ。さすがに。アンブロジーニもね、いいんですけどね。やっぱね、ロドリの安定感に比べたらアンブロジーニやっぱスピードのろいんで、追いつけないんですよね。なので、アンブロジーニはちょっとほっときます。スパサブのあたりをちょっと入れておきましょうか。そうですね。それかネイマール入れてっていうのもありですけどね。まあ、とりあえずこれでいっか。え、どうする？ネイマールの方がいい気がするけど、まあいいや、これで。このネイマール僕、ショータイムで、パス、ゲーム中にパスとかドリブル系のやつ持ってると思ってたんですけど、持ってないですね。ただのハイライトっていう。びっくりしました。誰だっけ？何フェルなんですか？ブルーノもなんか同じ理由で、
持ってたんですけど、あれも違うんですね。プレゼンされて、好みさんって太っ腹だなみたいな風に思ってたんですよ。好みさん太っ腹だな、ショータイムの選手プレゼントしてくれるんだみたいな、僕ではこれでいいわと思ってたんですけど、違うんですね。あれショータイムの能力は持ってないっていう。このボールをカットします。あーやばいねこれ。よし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 、はい、やられると思いました。いやーまずい、間入りた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 い、まずいぞ、キーパー入って、よし。さあ、落ち着けるか、どうだ。やばいシーンでした、今の。オッケー。なんでやねん、おい。とことん負けるんかい、そこ。まあまあまあ、仕方ないね。熱い、クーラーがついてない、今。ちょっと、いい機会だ、ここでちょっと、相手がタイムしてくれてるんで、エアコンのスイッチを入れましょう。いやいいヘディこれ大事です。夏は特に PS5 もね、あの熱がこもりやすいんでね、とても大事です。昔でもなんか夏場の PS4 やったかな、 PS4 やな、夏場の PS4 ってクソなんか暑かった気がするんですよ。クソ変な音鳴ってたりとか、ファンの音ね。おおやばいやばいやばい、グリーズマン、ピンクグリーズマン、ピンクグリーズマンだ。まずいぞ、また数的不利になってる。オッケー、危ないなぁ。いいよ、こっち行こう。いいね、いいね、いいね。レオ、ここを、あ、ちょっと良くないが、よしよしよし。いいね、いいね、いいね。いいよ。あー、何してんねん。デブライネ。デブライネを変えましょう。ここは変えます。選手交代。ここな、どうしようかな。デブライネに変えてネイマールでもいいねんけど、調子のいいロマーリを使うか。こうする？これでいこうか。なんか、とことんメッシなところの、クロス負けてるんでね。OK。まあ、なんせね、やっぱこれはね、なんでもそうなんですけど、先制っていうのはかなり大事です。やっぱりね、先制取られた時ってメンタルやられるんでね。で、同じような理由が相手にもあるんで。先制点相手も取られたらメンタル、まあ、こっちが優位に立てるんでね。ワンチャン消えるしな。あ、ダメか、強いなあのファバール。おーやばいやばいやばい、7人寄った、戻そう。ここはもう自分たちに流れを引き寄せたいところですよね。あー、オッケー、レオン、いやー待って、取られたか。あーやばいな、されると思った、取れると。あーデイビース、デイビース、デイビースが、あーダメだ、このサイドあたりで。オッケー取った、いいよ。ダメか、取れる、オッケー、いいよ。ダメか、取れる、ああ取れてない、やばいやばいやばい、そう、ちょっとやばいやばい、入れ替わって持ってる、いける、おお危ない危ない危ない。誰やこれ、ファンバステンみたいな顔してるけど、ファンバステンや。いやー、ファンバステンな、まあ、伝説のプレイヤーやからな、言うてな。さあ全然ちょっと攻めれてないな、後半意識上げるか、攻撃意識。これはあかん、ロドリが怒ってるというか調子悪い、調子悪い、スタミナなくなった。取れるぞ、取れるぞ、 OK、 デビス、もうよし、いいよ、いいよ、いいよ、ロマリオ、ロマリオちゃん、パスで繋いで攻め込んでいきます。ここはアレクサンダー・アーノルド、アーノルド、あー OKOKOK、 ちょっと中央硬いね、やっぱ攻撃式かけとこう、このタイミングで。オッケー、いい感じ、いい感じ。さあ、来い、来た、カイドン、いやー、叩きつけてるのに、叩きつけてるのに通用しないか。オッケー、よし。さあ、ルーベンのヘディングで、よし。やはりこの高さは武器になります。あ、ダメですか、ダメですか、戻ってくるぞ、いった、ああ、いじきるか、ああ、玉回しの時間あってね、やばい、マルディ、よしよしよし、まあでも大丈夫よ。柔らかいボール、
特にでも変えたところとかないですからね。いや、なんか押した。今、選手に体当たっただけで。それがファールか。それがファールですか。よし、ここは、勝とう。勝てないのか。OK、いいよ。あー、やべえ。あいつ、達成度。ロードリ。でも、このぐらいになってきたらちょっと、しんどいな。来た来た来た、よし。なんでやねん。違うやろ、それは。OK。あかん、あいつトラップめっちゃでかい。これがスタミナか。あー、やばい。あ、やばい。やられた。強えな。強えな。やっぱ1000なんやからな。僕1万円ぐらいですからね。やっぱじゃあ1万円に、1万円ということは1万人上にディビジョン1っておんねんな。あの 0. 点何パーとか表示されたからね。本当になんか、1000人もいないんじゃねえかぐらいの、あの感覚だったんですけど、ディビジョン1は。パスからのシュートの流れが絶妙なゴールでしたね。デビス大丈夫よ。1点ぐらい取りたかったな。いやでもやっぱ厳しいわ。そう、ディビジョン1になってから全然勝てないんですよね。ということで、2対0で敗戦いたしましたが、まあね、一つの目標であるディビジョン1に昇格できたんで、まあ次のね、フェーズの時はもうちょっとね、早い段階でディビジョン1に到達したいなと思います。では今日はこの辺で終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。